別の次元での出会いがあって、で共有することってとっても大事なんですけど、あえて共有しないってことも大事なんですよね。例えば診療で語ったことというのを親にすぐ喋っちゃうとかね、すると壊れてしまうことっていうのはあります。なんかこう共有することとあえて共有しないことっていうのが大事です。まあ、だから我々の仕事には秘密保持っていうことがすごく大事になるわけなんですけど、で再会とし出会い損ねです。でガールフレンドのお兄さんとなんと18年ぶりに東京で偶然に再会します。僕は35歳になり妻と2人で東京に暮らしている。で偶然に出会ったお兄さんに声をかけられて喫茶店に行きます。で元ガールフレンドはなんと3年前に亡くなった。32歳で2人の子供を残して、で誰にも原因がわからないって言います。で大学生の時の話なんですけど、2人の別れのシーンのことが描かれます。引用します。僕とガールフレンドはその日六甲山の上にあるホテルのカフェで別れ話をすることになった。僕は東京の大学に住んでいたが、そこで一人の女の子を好きになってしまったのだ。思い切ってそのことを打ち明けると、彼女はほとんど何も言わずハンドバッグを抱えて席を立った。そしてそのまま振り向きもせず早足で店を出て行った。結局のところ彼女は僕の耳の奥にある特別な鈴を鳴らしてはくれなかった。どれだけ耳を澄ましてもその音は最後まで聞こえなかった。残念ながら。でも僕が東京で出会った一人の女性はその鈴を確かに鳴らしてくれたのだ。それは理屈や倫理に沿って自由に調整できることではない。それは意識のあるいは魂のずっと深い場所で勝手に怒ったり怒らなかったりすることであり、個人の力では変更しようのない種類の物事なのだ。で僕はガールフレンドと出会えなかった。鈴の音は鳴らなかった。で死の原因は分からない。でもお兄さんはいます。さよこは君のことが一番好きやったんやと思う。つまり鳴らなかった鈴の音を求めていたんだろうかということです。まあ夢が死ぬっていうのはある意味では実際の生命が死を迎えるよりももっと悲しい、まあ、夢と実際の生命の逆転があるんですけど、まあ、だから人間にもね逆転があるから自殺っていうことがあるわけなんだよね。で鈴の音の大切さっていうのはごまかせない。理屈や倫理に沿って自由に調整できることではない。それは意識のあるいは魂のずっと深い場所で勝手に怒ったり怒らなかったりすることだ。鈴の音によって初めて出会える。そういうふうに、まあ、なるほどと思うんだけど、しかし音はずっと鳴り続けるんだろうか。東京の女性とその後はどうなるんだろうか。でこの物語は思春期の物語なんですけど、かつての少女たち、鈴を鳴らした女性が年を置いてしまった後にはどうなるんだろう。それはこのウィザ・ビートルズには書かれていないことです。まだ別のテーマだと思います。で出会いと癒しということなんですけど、記憶が飛んでしまう病気はお兄さんは言います。ある時突然それが消えてしもたんです。遺伝的疾患やから時間とともに進行することこそあれ、治癒する可能性はないと医者は言うてたけど、それが何のことはない、急にふっと治ってしまった。君と会って話をした少し後くらいからかな。でどういうことかというと、僕とお兄さんは芥川龍之介の歯車という小説物語を共有することで本当に出会えたんだろうなというふうに思います。で何かを共有することによってお兄さんの中の何かがつながった、お兄さんの中で切れてたものっていうのがつながったんだと思います。
だからこの真に共有することの大切さっていうか、芸術作品の力でイメージの力というのが、まあ、すごく感じられるわけです。セラピーでも同じことだと思うんですよね。なんかこうそれをどう解釈するかというよりも、それを本当に共有することということが大事だと思います。そして全近代の世界ではそういうものは自然であったりとか、コミュニティの中の儀式であったりとかというものとして、存在していたんだと思います。そういうのがなくなったからこそ、この芸術作品の持つ意味っていうのは実はとてもあるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思っています。で、夢とかのイメージを用いる心理療法においても、イメージの共有するっていうことがとても治療的です。この短編の中で面白いのは、確かに芥川の歯車っていう話はすごいんだけど、物語の内容だけではなくて、実際に読むっていうか朗読するっていうリアルさ、その身体性みたいなものっていうのが大事だったんじゃないかなと思います。君は読むのがうまいねって言って。で、お兄さんは語り手に良くなったことを語ります。いわば種明かしをするわけですよね。良くなったことを後に語って共有することの大切さ。それによって初めて完結するんです。まあ、診療においても、なんか良くなったことを見せに来るとか語りに来るっていうことは起こることですね。だからこの種明かし的なものっていうのはとても大事だし、しかもこれ何というのか、偶然によって初めて可能になった、たまたまこう東京で出会ったっていうか、初めて可能になって、で偶然によって語られたというところが面白いと思います。で、確かにこれ お兄さんの話としては素晴らしいんだけど、癒しには犠牲が伴うんじゃないかということなんですよね。結局ね、芥川龍之介は自殺をしたと。で、妹の紗友子、元ガールフレンドは自殺した。それからこの二人の担任、まあ理由は全然違うものであれ、自殺してますよね。なんか犠牲が伴うんじゃないかな。でもそれはね、因果的なものではないんですよね。こう犠牲にしたから癒しがあったとか、そういうものでは全くなくて、操作できるものでもないし、避けることができるものではない。なんかそういうことが起こるっていうのは、まあ、セラピーしてると残念ながらっていうか、まあそういうことを、何らかの犠牲っていうのが伴うことはあります。あるいはこれまで犠牲にされてた人っていうのが立ち上がることができるんで、なんかどうしてもね、違う犠牲っていうのが伴ってしまうことっていうのがあります。ここに言われてますけど、それは操作できるものでも避けることができるものでもない。で、それは理屈や倫理に沿って自由に調整することではない。それは意識の、あるいは魂のずっと深い場所で勝手に起こったり起こらなかったりすることであり、個人の力では変更しようのない種類の物事なんだ。まあ、結果としてこういう巡り合わせがあったんだなっていうかね、恐ろしいことだなと思うんだけど、まあ、それをこう我々は受け入れざるを得ないっていうところがあります。で、この短編って考えてみると、芥川龍之介の鎮魂でもあると思います。どういうことかというと、歯車は単に語り手とお兄さんとの間に介在して、で共有されるものとしてあったんではないんじゃないかなと思います。それはお兄さんを癒しただけではなくて、時代を超えて芥川龍之介の、そしてその時代の精神と苦闘した彼、あるいはその時代の精神への鎮魂じゃないかなというふうに思います。だから芥川ってやっぱり西洋と出会い、近代自我と出会い、まさに一人称探すと
葛藤した人ですよね。だけどそれゆえに彼の妄想気分なんてまさにね、こう私が作り出すものですよ。上をなんか飛行機が飛ぶのはこう自分を狙ってるんじゃないかみたいな気分ですよね。私が生まれたからこそ出てくる妄想気分ですよね。そういう芥川に対する鎮魂じゃないか。だからそういう意味で小さな物語、お兄さんがある種あった懐疑的なものっていうのがなくなったという物語と、そういうもっと大きな物語が交錯するところだし、あるいは時代を超えての鎮魂というのがあるんじゃないかなと思います。これもねすごく綺麗なモデルって、無限のだと思いますね。昔のに何か恨みを持って亡くなった人というのがいて、でそれが、まあ、前段のところですね、諸国一見の僧に会う、でこう昔話をしてると、実は私はその人だって言って消えてしまうと。で後半のところでその僧の夢の中に、その昔いろんな恨みを持ったりとかして亡くなった人が、まあ、舞う、それによってその人が浄化されていく、鎮魂が起こるというのは、時代を超えて上がらないとか鎮魂が行われることだと思うんですけど、この芥川についても同じようなニュアンスがあるんじゃないかなと思います。で同じようにしてこの亡くなった元ガールフレンドについてもそうなんですけども、鎮魂が上がらないっていうのが起こるはずだと。でそれがどのように受け継がれていくかは、まあ、この短編では描かれていないと思います。だけどそういうふうにして、なんか物語とか歴史っていうのは受け継がれていくんじゃないかなと思います。まあ、診療をしてるとね、そういうことってあって、何代か前のことっていうのがの解決っていうのが見られるっていうかね、そういうのを背負ってるんだなっていうことが、まあ、見事に解決されることがあります。で最初のところに戻ってっていうか、再び心と向き合うとはということなんですけど、幸か不幸か、まあ私は幸いだと思うんですけど、我々にはまだまだ自然に包まれるっていうか、ものを通して心と向き合うという神聖が心の小僧として残ってるなと思います。だから日本で箱庭療法っていうのは非常に盛んですし、実際もうびっくりするほど成果が生まれることってありますね。だいたいちょっと不思議な身体症状でなんかどうなるんだろうみたいなのが箱庭作ってるうちに良くなったっていう、もう嘘みたいな話って、まあ、時々やっぱりありますよね。そう思うとなんかね、我々にはねまだね自然に包まれるこう神聖っていうのが残っている。でもそうなんだけど、西洋ではねそういう神聖を克服してというか壊して近代主体っていうのが強烈にできたんですよね。でできることによってできた主体は絶対の対象を求めるっていうあり方が近代人なんですけど、まあ、だからそれが女性像であったり男性像であったりするんだけど、まあね、それもねポストモダンの時代に入ると、まあ診療をしてても全然こう男女軸ではなくなってしまってるなということは思いますけど、まあまあそのもともとなったモデルというのは絶対の対象を求めるっていうやり方なんですよ。だけどそれはねもうだいぶないなという感じします。その対象は移ろい変わっていく、次から次へと変わっていくというポストモダン的なあり方になっている。でもどっかで本当の出会いが生じる、何かが共有されて深い次元が開ける、心に向き合う可能性ってあるんじゃないかな。それがねこのお兄さんとの出会いとその時に共有した作品とか、そういうところに出てるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でこの作品って感動的であるし、まあ
こういう近代以降っていうか近代モデルじゃないところに生きてる我々にとってのなんかすごいヒントを、まあ、くれてるもんじゃないかなと思います。そしてレコードを抱えた少女とか初めてのガールフレンド、お兄さん、東京で会った妻、自殺した芥川龍之介などさまざまな物語がこう実はこの中で交錯しててさまざまな形で心っていうのはつながってるということが言えると思います。ちょっとね外から見るとそういう感じなんだけど、でもそういう物語が交錯し出会うという場に真摯に立ち会うことっていうか、でそこで時には考えられない出会いが起こり深い次元が立ち会われることがあるという可能性を知ってるっていうか、そこに真摯に立ち会うことっていうのが心と向き合うことであって、それはひいては我々の心を豊かにしてくれるもんじゃないかなというふうに思います。ここで私の話は終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。カルチャーラジオ、人間を考える、心と向き合う。お話は京都大学人と社会の未来研究員教授の河合敏夫さん、朗読は村上由里子でした。なおこの番組は東京青山の NHK 文化センターで収録しました。カルチャーラジオを終わります。